こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は以前に、場所を移しました不入りの観音地区ですね。これをさらに明るいところに持っていこうかなと。以前からだいたい1週間か10日ぐらいも経ってますので、もう潤化作業といってですね、暗いところからまあ少し明るいところっていうのを移したんですが、まあ、店内 の暗い場所から郊外の日陰に移した状態なんですけど、これからですね、さらに日向に移してですね、もっとこの風をくっきりさせるために、昼間にも普通に日照が当たるところに置いていこうかと思いますので、ただ場所を移すだけなんですけども、明るい場所に置くことによって色がどう変わるかという、継続でどんどんお伝えしていきますので、ちょっとそちらの方ですね、お伝えしければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。